はい皆さんこんにちは村長です今日もインスタコンポーザーのパート2ということでさらに細かいところまで見ていこうと思っています少し長めの動画になりますがよろしくお願いします村長ミュージックスタジオ 今画面の方にインスタコンポーダーの各 DAW のセッティングの方法を映しています。これ本来は英語のマニュアルなんですけれども早速日本語のマニュアルにしました。この動画を長く見てもらうのもお時間もあると思いますのでこちらの方を概要欄に貼っておきますのでそのアドレスを 見ていただいてご自由にダウンロードなどをしてください。これを見ればそんなに難しくないと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。それでは解説をリファレンス形式のような形で今日はお話をしたいと思います。普段使っているスタジオワンで解説をさせていただきますがインスタコンポーザーに入ってからは 使い方は全て同じですのでセッティングを済ませましたらこれが最初の画面ですまずはまだこのソフトの情報を知らない人のために簡単に解説をしたいと思いますそのためにライブラリーから適当なライブラリーを呼び込みますライブラリーの開き方はこちらの方から開けますもしくは上の方の プリセットを選ぶところから選んでいくことができます。ここではサンプル的なものを開きます。何も作っていませんが、このように一旦削除していいかというようなダイアログが出てきますので、イエスにします。そうするとこのようにできました。まず聞いてみましょう。 今2回分ループさせましたこのようにインスタコンポーダーは1から最大32までの時間軸をコントロールできます今は16までしか見えてませんがこのように後ろに32がありますがサンプルは16個のセクション分のループとなっていますこのインスタコンポーダーはオールを押して5を押すと すべてのトラックが人工知能により新しい提案を出してくれます聞いてみましょうまた押します とっっっててももうう出来上がったよなな音になっていますこのようにメロディーはあるけれどもトラック2と3がないものからいろんなものが作られますまた聴いてみましょう。 はいじゃあここからが本題のリファレンスになります一つ一つ説明をしていきますトラックはこのように12345となっていますそのまず一つを説明します上にあるドラッグは DAW に MIDI をドラッグドロップするためのツールですそしてその隣のセーブは このトラックを保存するためのボタンです。そしてその隣のクリアというのはこれを押すと消えます。はい。このように消えました。その横はコピーとペーストがあります。例えば下のトラックからコピーします。そしてこの上のトラックでペーストします。 すると、下のトラックと上のトラック、1、2が同じ状態になりました。次は、その下ですけれども、ミディの出力ポートを、このように、16チャンネル選択できます。ですから、例えば、今、チャンネル3には、本来ベースがつながれていますので、このようにしましたら、ここを、ストロにします。すると、 本来チャンネルさんに設定していましたベースノートがこのフレーズでなりますはいこのようにミディのアウトプットチャンネルを選択するものですその隣にあるのはオクターブシフトです例えば、 今はオクターブがマイナス1というふうになっています。ちょっと音を聞いてください。この高さですよね。これを少しわかりやすくプラス1まで上げます。そうするとこんな音になります。 そしてその隣にあるのはベロシティですいわゆるボリュームですねトラックのボリュームを上げたり下げたりできます100にしてみます今度はわかりやすく30ぐらいまで下げます マウスでドラッグするとこのように下げていけますはい鳴らしてみますはいこのようにボリュームコントロールが各トラックででもできるようになっていますこれがトラックに対しての解説になりますもう上のスタートとストップは 分かっていただいていると思いますがその隣にシンクというのがありますこれは DAW が今120という店舗になっていますですからそれをそのまま反映します例えば9 2設定しますはい。そうするとこのインスタコンポーダーも90というのに設定できました 一つ、今日現代のバグを言っておきます。スタジオワンでしかわからないんですけれども、このスタジオワンのテンポを81より小さくすると、ミディのドラッグドロップができませんが、それは多分近いうちに治ると思います。先ほどドラッグドロップの話を実践はしませんでしたが、このようにドラッグをすると、 ミディのフレーズをトラックに持ってくることができます。各トラックにはモードというのがありましてメロディー、リフ、オスティネート、リズム、ベース、パッド、コードというふうに分かれています。リフというのは短い単位の繰り返しのことを言います。ギターなんかでよく使われることがありますが 一つのテーマを持った繰り返しのことを言います。そしてオスティネートというのもこれもまあ繰り返しという意味なんですけれども同じようなフレーズをアルペジオであったりとかそして電子音楽のピコピコみたいなそういうような音でこれをやるとこういうふうによく似た フレーズが並びやすいです。いでこの並びやすさにはジェネラルという画面下の方のパラメータでもこの出現の仕方が変わるんですけれどもまあそのようなことです。リフの方でもやってみましょう全て出てくる波形がよく似た形をしたりしています。こういういのを、 一応リフと呼んででいるようですリズムの方も基本的には繰り返しでドラムというような意味のリズムではありませんこれも繰り返しパターンで特に強弱をつけたようなものを指すようですちょっとやってみましょうこういう感じですね そしてベースは意味が分かりますパッドも分かりますそしてコードの方はもう白玉のようなものが出てきます画面下の方でコードの設定ができているわけですけれどもそれに合わせたこのような白玉コードが出てきますここでコードを選択できますがノートとビートの割り算で出てくるタイミングなども変わります このように合計で7つのトラックモードがあるということになります。ですからメロディー、メロディーというように2つがあっても基本的には差し支えありません。例えばベースだったらベースに合わせたようなフレーズがちゃんとできてきます。またメロディーでできてくるフレーズとは少し漢字が違います。 メロディーのフレーズですベースではこのように和音などはほぼ出てこないそういうような作り込みになっていますトラックのところはこのぐらいにしまして本来はトラックの話からするよりもこちらの方が最初は重要なんですがまず自分の作りたいキーを選択します そしてメジャーかマイナーかもしくはハーモニックマイナーというのを選択できます。そしてその下にあるのがコードの自動生成機能です。左側の F というのはファイルマネージャーの略でしてここで作ったコードを他でも利用するために保存をしたり呼び込んだりするような機能があります。 ここでクリアオールノートというのにチェックを入れておくとノートも消えてそしてコードを作り直すという機能になります初期値ではこれはチェックは入っていませんこのような状態ですそして右側の L というのはライブラリーの略ですここでライブラリーに登録されたコードパターンを呼び出してくることもできます真ん中のニューコードプログというのは 新しいコードを押すたびに提案してくれます。その下のドラッグは5つのトラックすべてを DAW にドラッグするときです。隣のセーブは5つのトラックをすべて保存します。クリアはすべてのトラックをクリアします。このように Go で作ってあっても クリアを押すとすべてのノートが消えます。5の下にある All12345 は各トラックを変更するときに使います。All を押しておくと5を押せばすべてのトラックに新しい提案が行われるんですが、例えば3番のベースを作り変えたいと思うときは3番を押すもしくは 各トラックの前にある数字を押すと、それが選べます。このようにですね。もしくは、Go の下で選ぶということになります。そして、ここで Go を押すと、選んだトラックだけが新たに提案されるということになります。今日は動画が長くなるので、そこから先の画面下のジェネラル、もしくは、 パターンベロシティ。そしてその下のハーモニー、タイム、ストラム。ここらのところは次の機会にもう少し詳しくやりたいと思います。またこの画面は今5トラック出ていますけれども、各トラックをピアノロールで表示したり、もちろんこれも編集ができたりします。そのような機能については、 次のの機会ににしししたいいい。と思いますので、お楽しみにしてください今日はインスタコンポーダーの各 DAW の設定方法と左のトラックに関わるような基本になる部分をご紹介しました。今日はパート2で次はパート3になると思います。ご清聴ありがとうございました。村長でした。